ご視聴ありがとうございます。今回は鳴海の世代の宝仙学園の内部構想の最終決着編のストーリーの解説をさせていただきます。ネタバレにご注意ください。ある日スズランに宣戦布告をした宝仙学園では的場が仕切る幹部会が行われていました。そして柴山がスズランの動きを気にする中、2年の幹部の男が的場に鳴海を無視して幹部会をして大丈夫ですかと問いかけていました。すると的場が、お飾りの頭は関係ないと切り捨てた。その時、ひどい言われようだなと言って鳴海が入ってきます。さらに鳴海に忠誠を誓った熊切も入ってきます。その後、自分の前に座った鳴海に的場が、何のようだと問いかけていました。すると鳴海が自分の承諾なしに的場がスズランに乗り込んで休戦協定の終わりを宣言したことを追及するのですが、的場が、お前には関係ねえだろ、こっちはこっちで勝手にやるからほっとけよと発したことに、鳴海が、勝手は許さねえ、スズランは俺が取ると宣言したことに、的場が立ち上がって椅子を蹴飛ばして、今さら何言ってんだと言って鳴海をにらみつけます。すると鳴海がゆっくり立ち上がった後に、宝仙の頭は俺だと改めて宣言したことで、的場が、てめえが俺より強いってんなら下についてやると言って鳴海に攻撃を仕掛けます。そして宝仙の実力者2人の意地とプライドをかけた戦いが始まります。そしてじっと戦況を見守る熊切が、この戦いに鳴海が勝てば的場だけではなく柴山もこっちにつくだろうと考えていたのですが、いつの間にか柴山がこの場から姿を消していました。その後も鳴海と的場の一進一退の戦いが続いていたのですが、ここで的場が起死回生の蹴りを放ち鳴海を吹っ飛ばします。これで勝負ありかと思いましたが、鳴海は相当打たれ強く的場に、スズランとの戦いが始まったらお前は相当な戦力になると発します。すると的場が、始まったら喧嘩はもう始まってんだと発したことで、鳴海が、どういうことだと言って的場につかみかかります。すると的場が、鳴海、てめえはてめえの心配でもしてろと言って鳴海に殴りかかります。そして的場のパンチが鳴海の顔面を捉えるのですが、鳴海が倒れることはなく、さすがナンバー2と的場を挑発し、それに激怒した的場の渾身の一撃を食らって万事休すかと思いましたが、スズランに勝つには宝仙が一枚岩になるしかないという気持ちが強い鳴海が踏ん張って逆転の一撃を放ちます。これで鳴海が自他ともに認める宝仙の頂点に君臨するのですが、その頃柴山たちが源氏たちを取り囲んでいました。この先は一体どうなるのでしょうか。よろしければ次回の動画をチャンネル登録をしてお待ちください。他にも梅星兄弟のスズラン対宝仙、四代目武装戦線対京屋、片桐剣の時代のスズラン対宝仙、海老塚三人衆の中学時代のストーリー、さらに春道の中学時代を特集する動画等、クローズ関連の動画を多数公開しております。そしてその他のヤンキー漫画を特集する動画も多数公開しておりますので、チャンネルのホーム画面をご覧いただければ幸いです。そしてクローズ関連の単行本のご購読を推奨いたします。ご視聴ありがとうございました。